皆さん、ハレルヤー。1週間元気に過ごせましたか？会えて嬉しいです。今日はね、お父さんとお母さんの日、両親の日として礼拝を捧げていきたいと思います。いいですか？じゃあみんな、お祈りの準備はいい？お祈りします。神様、感謝します。今日もこの礼拝に私たち一人一人を呼び集めてくださってありがとうございます。この礼拝の最初から最後まで神様が共にいてくださり、導いてくださいますように。今日神様がくださる御言葉をよく素直な心で聞くことができますように、私たちを捉えてください、導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、立ち上がりましょう。預けることだ。
言葉を聞く時間です。皆さん準備はいいですか？大きな声でハレルヤーで先生を呼びますよ。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー。それでは神様のくださる御言葉を一緒に見たいと思います。今日神様のくださる御言葉はエベソ人への手紙6章1節から3節の御言葉です。エベソ人への手紙6章1節から3節の御言葉です。それでは一緒に読みましょう。子供たちよ、主にあって自分の良心に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う大地の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。アーメン。それでは今日の本文の御言葉をもって父と母を敬いましょうというタイトルで恵みを分かち合いましょう。今日は幼稚部と小学部の共同で礼拝を捧げます。皆さん、今日は今日の御言葉とタイトルで分かるように、今日は両親の日の礼拝です。親の日とも呼ばれるんですね。5月は家庭の日だと、家庭の月だと韓国では呼ばれてるんだけど、というのはね、子供の日もありますし、母の日もありますし、父の日もある。だから家庭の月と呼ばれるんだよね。で、それで今日は両親の日として父と母を敬いましょうというタイトルで恵みを分かち合いましょう。皆さん、聖書はね、あなたの父と母を敬いなさいとはっきりと強く強調しているんです。皆さん、父と母を敬うということは全てのね、道徳の基本だからそうです。自分を産んでくださったお父さんお母さんを敬わない子は神様を従うことができないからなんだよね。だから皆さん、実会知ってるんだよね。実会、神様が私たちに守りなさいと与えた大事な中の戒め。1から4は分かる？1が何か。1は私の他に神様があってはならない。2は空城を作ってはならない。3番は神様の名前をみだらにやったら唱えてはいけない。で、4番目は安息日を守りなさい。1から4はね、神様に対して守りなさいという言葉で、こっから中の戒めは人と人の間に守るべきものなんだよね。その人と人の守るべき戒めの第5番目の戒め、1番目の戒めが父と母を敬いなさいとなってます。これくらい神様は私たちがね、お父さんお母さんを心から敬うことを望んでいるんです。だって産んでくださったり育ててくださるから当たり前じゃない。でも当たり前のことなんだけど、神様はね、あなたを産んだお母さんや育ててくれるお父さんを敬うと、それに対して祝福してくれると書いてある。お父さんお母さんをよく敬うと、あなた方は幸せになる。そしてこの地上で生きる日々が長くなるんだって。皆さん、長く幸せになりたいならね、お父さんお母さんをね、よく敬ってくださいね。すると幸せになるんだよ。勉強できることよりも、そしてね、いい薬をサプリをね、いっぱい飲むよりも、お父さんお母さんをね、敬ればね、幸せになるし長く生きられると書いてるんだから、これラッキーだよ。だから心に留めてね、
お父さんお母さんを敬う子供になりましょう。だってイエス様もね、神様の子、神様なのに、あの子自身を産んでくださったあのマリアをね、とっても大事にしたんだよ。どのぐらい大事にしたかというと、イエス様が十字架にかけられて、そしてね、十字架の中でその上にかけられて、あの3番目でね、このマリア母に対してこのに言ったんです。見てください、あなたの息子です。そして一番愛する、一番信頼する弱音に、あなたの母ですと。そしてマリアのことをね、委ねたの。つまりこのイエス様を産んだこのお母さんマリアをね、一番愛する信頼する弟子ヨハネに委ねたんです。よく敬ってください、養ってくださいって。これはイエス様は神なんだけど、この肉親の母に対してお母さんに対する深い愛情、愛を表す証言なんです。だって十字架でかけられてとっても苦しい時なんだよ。もう朝9時から午後3時の間にかけられて、体が血だらけになって苦しい中で、その母マリアがね、十字架のその外、総十字架の下で自分を見上げて泣いてるのを見て、イエス様がそう言ったんです。愛する弟子に、あなたの母ですと。これがこの肉親の母に対するイエス様の思いなんです。だからイエス様もね、神様であるイエス様もこの肉親のお母さんであるマリアを敬って、そして弟子に頼んだように、この親孝行を表してくれたんだ。皆さん、このアジア東洋ではね、お父さんお母さん敬うことを親孝行というんだよね。でも西洋ではね、親孝行という言葉はないから、愛する言葉しかないの。だからあなたのお父さんお母さんを愛してください、あるいは敬ってください。でも東洋ではね、中国、日本、韓国、東南アジア、東洋はね、親孝行といってね、産んでくれたお父さんお母さんをね、心から尊敬し敬う、仕える、こういう素晴らしい文化があるんだよね。だから皆さん、本当にお父さんお母さんに私たちによくしてくれたから敬うんじゃなくて、ただ私たちを産んでくれて育ててくれる、それに感謝だから敬うことなんです。お父さんお母さんが嫌でも、お父さんお母さんが、うちのお父さんお母さんお金もないし、そんなに偉くもない、そうやってお父さんお母さんのことをね、下に見てはいけないんだよね。何しろ大切な皆さんの命を産んでくれて、今もご飯を食べさせ、皆さんのために一生懸命働いて、そして皆さんを養えているお父さんお母さんを敬えば、神様がそういう子供は幸せにしてくださる、そしてこの地上で長く生きられるしてくださる、これ本当にラッキーなんですよ。だから皆さん、お父さんお母さんを敬う、親孝行するアガペの子供になりましょう。アメン。それでは一緒に祈りましょう。お父さんお母さんを敬うことは神様からの命令でもあるんだけど、当たり前のことです。心から私たちを産んでくれたお母さん、お父さん、育ててくれてるお父さんお母さんを敬い、心から愛して親孝行する子供になりますと一緒に祈っていきましょう。神様、本当に今日の御言葉ありがとうございます。お父さんお母さんを敬うことは当たり前のことなんですけれども、神様はお父さんお母さんを敬う、そういう子供には幸せになるように、この地上で長く生きられるように健康を当ててくださるというから、心から感謝いたします。子供たち一人一人が神様の御言葉を守り、お父さんお母さんを敬う子供になるように導いてください。導いてください。感謝いたします。感謝いたします。神様、感謝します。あなたの父と母を敬いなさい、この御言葉本当に心から感謝いたします。
子供たちがこの御言葉通りにお父さんお母さんを敬い、お父さんお母さんを喜ばし生きることを決心しました。その祈った通りにしてください。感謝しイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金のお祈りをします。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。エペソ人への手紙一章五節。今日の御言葉ありがとうございます。献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。神様、今日子供たちが神様を愛する心を込めてお父さんお母さんを愛する決心の思いを込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たち一人一人を祝福してください。その未来を将来を夢を祝福してください。感謝しイエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様にがしましょう。